ロブライブで10冠を獲得し、来月にはアフターライフでカムバックするアイブは、チャン・オニョンとアン・ユジンの2人がグループ活動に加え、個人活動で目にする機会が多いですよね。しかしその個人活動の際の2人のメイクに批判が集まっています。以前イレブンでカムバックした時には、ユジンはメイクやヘアメイクをうまく消化していましたが、オニョンはその似合わない濃すぎるメイクアップ、レンズで登場し、韓国ネティズンから指摘を受けました。そのこともあり、ラブライブの時には本人たちのスタイルに合わせた、純正で自然なメイクアップに直されました。しかし、コラボ記念の仕事で登場したユジンは、塗っていないようなリップと眉で登場し、またドリームコンサートの MC を務めた際には、薄いリップに派手なイヤリングを身につけ、まさに、トングロな姿で老けて見えると驚かれました。その中でも最も目を引くのがオニョンの眉のクオリティだという。オニョンは薄く描かれた眉が安定するのに、先日アップロードされた画像には、太く短い眉のオニョンの姿が、あくまで広告の仕事の一環なので、本人が自分でメイクをしているとは考えにくいでしょう。さらにこれだけではなく、アイブの野球場でのスケジュールもあったんですが、野球場に登場したオニョンは、そのしっかり描かれた濃い眉が虫みたいと比喩され、先日放送されたミュージックバンクに行った観客からは、オニョンの顎に施されたシェーディングの境界線がくっきりと見え、オニョンの額にはおかしなメイクが施されていたといいます。他のアイドルはマットなメイクで肌もサラサラに見えるのに、オニョンは水光肌にヌードリップで鼻立ちが目立たずさらに老けて見えるという、一体どうやったらこのようなメイクが出来上がるんでしょうか。いくら照明でメイクが飛ぶと言っても、実際に見ておかしな装いでは意味がないでしょう。メイクが安定したと思ったらまたおかしくなって、メイクショップがアイブアンチか、実力がないんだね、などのメイクショップを批判するコメントも多く寄せられました。アイドルがメイクをしてもらうショップは、グループ活動の時と個人活動の時で分けることがあると言いますが、アイブが所属する事務所はまだ大きい事務所ではないため、メイクが不安定なのもこれが原因なのかと言われています。スターシップはトレンドを理解して子供たちに合うメイクショップを本気で探して、あんな風にしてお金をもらうってプロじゃないの、ノーメイクにリップだけでも可愛いのに。現在ファンたちはアイブのメイクショップを変えてもらうためにスターシップに文章を届けていると言います。皆さんはどう思いますか？